生物多様性っていうことを考えるときにですね、やはり世界の中で一番生物の多様性が高いのが熱帯林です。ですので熱帯林を紹介することによって生物の多様性っていうことについて考えていただく、そして生物の多様性っていうのがまた人間の生活も多様にしているっていうことを考えていただく、これがまあ一つの大きな狙いです。多様性っていうふうに皆さん言いますけれども、よく分かっていないと思います。一つ一つのですね、生物とかいろんな人の暮らし、あと生態系、そういうものが非常に面白くって、でそういうものをなくしてしまうっていうのはどれだけ人間にとってもそして地球にとっても大きな損害か、こういうことを考えてもらうには、それぞれのものの面白さっていうのを紹介して、それらが集まってそれこそ多様性が素晴らしいんだっていうことが分かるようにしたい、これがまあ一番展示の大きな狙いです。熱帯林からやはりですね、がんに効く薬とかエイズに効く薬とかそういうものは発見されています。ところが熱帯林の植物とかはですね、名前がつく前にもう絶滅してしまうものもたくさんあるんですね。でそういう意味で私たちはミスミス、私たち自身にも関わるようなそういうバイオ関係の可能性っていうのも捨ててるかもしれない、そういうことっていうのはやっぱり熱帯林を知ってもらって、その多様さを知ってもらえば少しでも皆さんにも気づいてもらえると思います。名古屋大学っていうものはですね、いろんな研究されてる人がいます。でその中には熱帯林のことをですね、もうその熱い熱帯林で熱い研究をされてる方たちがたくさんいるんですね。でそういうことを見ていただいて、でコップ10に来られた方たちっていうのにも、やはり名古屋大学っていうのと、あと名古屋の存在っていうのをアピールするためにもですね、この展示が少しでもお役に立てばと思ってます。